んなにと思ってたお菓子。応援してくれてる皆さんのためにも精一杯楽しみましょう。ジャンプです。さすがにここであのさっき撮ったメリーを起用すると、馬食みたいになっちゃうんで、三国志のここは避けます。これでいこう。しっかり勝っていきましょう。おそらくボス戦だと思うんで、ボーナスがもらえるのか。来年みんなを仕切るなんてできるかしら。なんだと。ハート立ちのハードだか。おいし、おい。危険かい。くそ。バランスが悪いよな。いや、楓えげつないことやってるな。かわいい。うん、許されないよな。アルシーブ様。あかえ、カエデを選んどけよかった。私がやります。私にできること。おいしい、お前はおいしいチョコ食ったんかい。いいでしょう。怖っ。ラスボスですね、これは。でも強いですね、この二人は。油断は禁物。参りますわ。二人なんだな。でも、先に倒しときましょう。自分でいいか。きっと大丈夫。もうこれで終わり。え、強い。きっと遅いわ。マジか。ちょっとピンチかも。きっと。やばい、ちょっと待って、ライネ投入しよう。なんか間違えてる感じがする。え、使っても一人は話さんとやばい。お残しはダメよ。え、全然ダメージ与えられないじゃん。なんで？え、なんでだろう。今は我慢の時だね。このくらい。マジか。守るべきものがあるの。やばい、これやばいやばいやばい。だって防御力上げてるにもかかわらずだもん。これなら大丈夫かな。おかしいな。さあ、今のうちに。やるしかないが、ちょっとスタミナがやばい。お願い、間に合って。間に合いそうだが。この子だ。何これ。いや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 。なんか嫌だな。やろうか。行くぜ。お仕置きしちゃうから。変えてじゃないと、あの、勝てないとかかな。頑張ってるわね。お昼にしましょう。食べ物を粗末にしちゃダメでしょ。やりすぎちゃったかしら。270って、いや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 。守るべきものがあるの。死んだ。やばい。これやばいよ。マジでやばいよ。タグですけどね。立ち止まらず、諦めないで。よいしょ。一応、一番ダメージ与えられるのが、タグなんだ。いや、まだまだ行こう。
ちやばいかも。これやばいやばいやばい。踏みとどまったが。私も体を張らないと。もう体力が限界。どうだ。これは。あれなんかおかしいな。きっと大丈夫。そんな。守るべきものがあるの。そんな。やばい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 。そんな。そんな。必殺の一撃。困った。コルクに絞るしかないな攻撃を。判断の誤りか。ここで破れるわけには守るべきものがあるの。そんな守るべきものはなかった。屈辱です。もう一回やり直すんだね。足が遅くなった。きっと大丈夫。あ、とっておき使ってもよかった。これは一人倒しました。破れるなんて。嘘だろ。必殺の一撃。回復です。これはこれは敵を知り己を知れば百戦危うからすぎる。もっと早く使え。したまずは最高を取り寄せ。必要なものが外装と隣接。シャバとケーキスタンド。準備。お菓子と準備。あとで提供するだけ。これ勝ったが。どうしたものか。当然の気配。コルクしか生き残りませんでしたね。ちょっとやり直し。さすがにこれは良くない。私がこれ式のことで。やったね。ああ私としたことが。ええ、感謝いたしますわ。ありがとう。なんかドスって音聞こえたけど、これどういう意味だ。よくやった。ありがとうございます。素敵ですね。素晴らしい心意気ですね。拳をぐ。あのさ、あこれでクリアですね。好きな声のチョコはやっぱり一でもクリアしたけど、全力でがもう一回だ。あーこれ記述ミスしてる。ひょっとしてやっぱり土属性になってんな。土属性にしたから言ったけど、これ語気があるや。ということで土属性を投入か。特にコルクが言えば一安心だからな。シュガーもいいけど、もうちょっと強い人間を入れたい。まあでもしゃあないか。ほぼシュガーだもんな。行ってきます。参りますわ。コルクに攻撃を集中。
金がけはできないのか。外周一色そこがいい。アルシーブ様、おいおい、瞬殺だよ。でも強いです、メイド長は。彼女を守ろう。どうぞ皆さん私を立てる。コルクかな。守りもしっかりしなきゃ。健康の敵、強い。当然の結果、とっておきを使わずとも勝ちました。全力で頑張りましょう。次のキャンプはどこに行こうかな。幕間劇だ、途中にあるんですね。みんなの分も用意しといたんだ。はい、どうぞ。くんくん、好きな子へのチョコはやっぱり一番に渡したいよね。みんなにと思ってたお菓子全部食べちゃった。はい、うん、というわけで、シナリオクエスト全部終了いたしました。次回から収集クエストやっていきたいと思いますので、引き続きご覧ください。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。本文に、説明文にプレイリストも書いております。以前からやっているキララハッタジアの動画を載せております。ぜひご覧ください。チャンネル登録高評価もお願いいたします。ブログツイッターやっております。こちらも説明欄に記載してます。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。